大ヒットアクションノワール映画ジョン・ウィックシリーズで第3作目ジョン・ウィックパラベラムの月収に主人公を演じるキアヌ・リーブスが使用したカスタムハンドガンを海外のトイガンメーカー EMG がガスブロータックハンドガンとしてモデルアップされたこちらのエアガンです、はい、こちらインザハウスインザハウスインザハウス吉井 Vlog です。よろしくお願いいたします。本日は僕の愛獣コーナーのご紹介なんですけれども、今回はですね、まあ、先日サバゲフィールドに行った時にこちら、アキラさんのコンバットマスターを撮ってない。で、これ僕のコンバットマスターなんですけども、あのジョン・ウィックの映画のね、ジョン・ウィック1、犬が殺され、ブチギレて。ジョン・ウィック2、住み慣れた家を破壊され、ブチギレて。ジョン・ウィック3、ブチギレすぎてあることをしてしまって追いかけられる。そして追いかけられた相手を追い詰めていく、そちらジョン・ウィック4でブチギレ最終アクション。はい、こちらブチギレ映画なんで、キアヌ・リーブス主演のジョン・ウィック最高のアクション映画なんですけども、こちらの中にできたこちらのコンバットマスタージョン・ウィック3パラベラムに出てきたこちらの銃が僕は大好きで、これ初めてね、多分サバゲーを始める前にコレクションとして買った銃なんですよ。かっこいいでしょ。で、本日はこのガンの紹介をさせていただきたいと思うんですけども、ただはい、こちらジョン・ウィックの中に出てきたこちら EMG の銃、はい、僕のは結構ね性能があんまり良くないんですよ。重たいし、でアキラさんね、その丸い製の中身を変えて樹脂製でめちゃめちゃ軽くなっている、EMG の、はい、やつですね。それは最高だったんで、その動画を挟み込みながら、そして僕のガジェット好きの心を入れ込みながら、ガジェットサバゲー愛獣、こちらをミックスした、サバジェットコーナー、はい、サバジェット動画を撮らさせていただきます。よろしくお願いいたします。ではいきますよ。そんな形があなたの心にインザハウス。大ヒットアクションノワール映画ジョン・ウィックシリーズで第3作目ジョン・ウィックパラベラムの月収に主人公を演じるキアヌ・リーブスが使用したカスタムハンドガンを海外のトイガンメーカー EMG がガスブローバックハンドガンとしてモデルアップされたこちらのエアガンですね、はい、こちら僕はサバゲー始める前にコレクションとして購入したんで、まあ、こちらねかなり気に入ってるというか飾ってあるんですよ、いつも。で、一応、EMG 製の、こちら、コンバットマスターなんですけど、あそこに APS 製と、ダブルベル製、そして、バトン製の CO2 のガスガンがあって、僕はこのガスブローバッグ、まだ CO2 がそんなに出てない時代に買ったものなんで、本当にねこれで大事にして全然使ってないんですよ。全然使ってないというか使い勝手が悪かった。はい、もしここでもしこれがアマゾンで届くじゃない、ね、僕はお店で買いました。ただアマゾンで届くときに箱を開けるのが大変。そんな時は段ボールを開けるのに重宝するのはこちら緑のカッターでございます。こちらですね、丸い質感で簡単な小さいサイズ、どこにでも持ち上げるサイズなんですけど、これ段ボールを開けるの最強なんですよね。こんな感じでオープンするとちっちゃい刃がついている。ここを段ボールに当てがってさっとやれば段ボールが簡単に綺麗に開くんです。しかもこのアイテムの最高にすごいところ、こっちの底辺部分にあります。ここの底辺をですね、地面にしっかりつけた状態でさっと引けば、コピー用紙など10枚ぐらい重なっているアイテム、普通さカッターで切ってしまうとコピー用紙全部切れちゃうじゃないですか。これの底辺を使うことによってすんなり一定の間隔で線が引けるんで、一番上のなんとコピー用紙1枚だけを切ることができるっていう優れアイテム。しかも使わないときは畳んで磁石になっているんで、こちらの壁にピタッとつけておける。これが緑のカッター、こいつが最高にインザハウスで、これなぜ使ってないかっていうと、ここのさ、よく見てもらえると分かるんですけど、マガジンのリリースボタンあるじゃないですか。マガジンです。これタクティカルなマガジンチェンジができるように簡単に押せるように設計されてるっぽいんですけど、分かんないですよ。ぽいんです。僕はそう思ってます。ただこれがですね、ここホルスターにこうはめ込んで持ってるとするんじゃないですか。そうするとここのボタンがホルスターの横のところにいつの間にかゴッと押されて、ゲーム中に、はい、ここのマガジンがどっかにすっ飛んでいってしまってるってことが多々あったんですよ。なのでこれは封印する。しかも、海外製エアガンなんで、どうしてもねこれ初速とかはめちゃめちゃ遅いのよ。結構向こうの銃ってさ、初速速いとかもあるけど、これは全然性能悪くて、全然弾飛ばなくて、ほとんどもう飾り用になってるっていう感じですね。で、もちろん、ここ多分合金製とかいろいろあるんだけども、僕はこれいけないのよ。
うん、あの本当は合金ダメなんで、一応樹脂っぽいもので加工されているものを購入してます。なので非常に日本では安心なやつですね。たまたま売ってたんですよね。ただそこの店主がね、ものすごい態度が悪くて、俺はその店にもう行かないっていうね、はい、もうここないんですけど、どこの店とは言わないですけども、ただまあ仕様を見ていくと、ここね、うん、上の部分にちゃんとタランタクティカルイノベーション TTI のマークも入ってるんですよ。でここはスライドをしていく、はい、スライドをしていくと中のバレルがちゃんと映画の劇中同様にちょっとこういう色になっている、形はかっこいい。そしてグリップの部分、ここね、ここをグリップ押さえないと、まあよく他の銃でもあるんですけども、ここを押さえた状態でしっかり握らないとマガジンが、弾が発射されないようになってるんですよ。これ安全装置の役にも果たしてるのかもしれない、はい、それかきちんとグリップ力をした状態で撃ってくれっていう、そのタランタクティカルイノベーション、タランバトラーさんの心意気かもしれない。まあ他の銃にもあるんでしょう。俺あんまり詳しくないんでそんな感じだと思います。相談数は多分BB 弾がですね、確か28発、多分です。はい。28発入ると思います。で、綺麗に入れれば、めちゃめちゃかっこよく撃てる繊維。バトンさんからも CO2 のバージョンが出ている。ただ僕はガスボローバックハンドガンとして、ガスで使いたかったんで、アキラさんの EMG のそのガンがですね、最高に最高に最高に羨ましかった。その動画をどうぞご覧ください。でも、まあ一応ね、2バージョンなんで、コンバットマスター。あー来ました、コンバットマスターよ。まあこれガリガリもう使っちゃってるやつなんで、いいで普段はもちろんね、うん、ここがちょっとスライドが硬いね、使ってるところが多いじゃないですか、うん、よしちょっと触ってもらっていいですか。ちゃんと樹脂ですか。軽っ。樹脂ですか。樹脂ですか。これどこの、どれのコンバットマスター。これ実はEMG 製のコンバットマスターなんですけど、樹脂スライドを作ってもらって、多分丸いのやつを削って削ってやっていただいて、しました。これはね、多分ね、重たいですね。なかなかのなかなかですね。なかなかのっていうか、びっくりしたのがコンバットマスター、これめっちゃ軽いんだけど、何で？いやだからスライドがね、すんげえちゃんと樹脂ですから。どうぞよかったら。いいっすか。どうぞ。うん。何どうしたら何をカメラ目線で。え、これなんかいじってる？いじってますよ。すんげえまっすぐ飛ぶんだけど。おー、すげえ。すごいまっすぐ飛ぶんだけどね。まあ夏なんでね、元気いいですよね。あー欲しくなっちゃうな、欲しくなっちゃう。いや、吉野さん持ってるからね。いや、性能よ。性能。性能。ちなみにチャンバー周りとかそういうのは全部丸いに変化してるんで、はい、もちろん。丸いのついてる、あのカスタムのバレルとチャンバーとかは全部丸いのポップ。こいつはいいぜ。してるぜ。こいつはいいぜ。アキラさんの最高じゃない。軽くて性能良くてめちゃめちゃまっすぐ飛んで、しかもスライドもめちゃめちゃ軽い。しかもガスで撃てる。夏場だったらもう最高の一コマっていう映像でしたね。はい。でそんな感じで僕は今ここベタベタ触ってたんですけど、油の皮脂いっぱいつくじゃないですか。油の皮脂がいっぱいついたその時は、すべての汚れを拭き取るこちらのアイテム、はい、こちらですね、エレコムさんのクリーニングクロスですね。どんな汚れでも、例えばパソコンが汚れてる、皮脂で汚れていく、さっと一拭き、ここが汚れている、霜がついている、さっと一拭き、スマホの画面もすべてのものが綺麗に拭ける、これ魔法のアイテムなんですよ。しかもエアガンの汚れもさっと一拭すれば完璧に落ちていく、そんなアイテムが心に刺さる操作、インザハウス。はい、本日はですね、EMG 製の僕の、こちら、コンバットマスターっていうトイガンを、ご紹介させていただきました。かっこ、映画の銃っていいっすよね。この間、オートナインやらさせていただいたんですけども、こちらはね、コンバットマスター。これ、いろいろあって、まあ、MPX とかもあるんですよ。アキラさんの MPX もめちゃめちゃかっこいいんで、僕も MPX 持ってるんですけれども、ハンドガンからちょっとまず紹介していこうかと思って。ただ今回の、サバゲー動画という、サバゲーじゃねえや、サバジェット動画ね、サバジェット動画。こんな感じでちょっと、まあいろいろ研究して、結局さ、
あのガジェット系もいっぱい買ってるんで、本来別々にしようかと思ったんです。この形もありだと思いません？これでちょっとやらさせていただこうと思って、たまにはめちゃめちゃいいものはガジェットだけで紹介していくこともあると思うんですけど、皆さん、どうぞこれからもよろしくお願いいたします。それでは、このチャンネルが面白かったら、今そこのあなた、チャンネル登録ありがとうございます。チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いいたします。I'll be back! And me and a bottle of wine, gonna hold you tonight, oh yeah.